イカルガ宮は、馬屋と王子が、現在の奈良県生駒郡イカルガ町に営んだ宮殿。日本初期によると、馬屋と王子は、水戸天皇9年に、イカルガ宮を造営し、水戸天皇13年に移り住んだ。また、巫女の手により、イカルガ宮の西方に、イカルガラン軍が建立された。巫女の公共後は、山城の大慶を一族が住んでいたが、皇玉天皇2年に、 蘇我イルカの兵によって、宮は焼き払われ、山城の体慶王以下の上宮王家の人々は、法流寺で自決に追い込まれたとされる。なお現在の法流寺は、蘇我氏滅亡後に再建されたとされ、明治期から法流寺再建、被災権論争が行われた。今日でも法流寺再建をめぐり論議がなされている。発掘調査で判明したことは、 まず宮は、現在の東院ガランの場所に立っていたこと、宮の範囲は二条四方であること、などである。しかし、宮全体構造は、まだ分かっていない。また、馬屋と王子が混流したと伝えられるイカルデラは、ンガランの裏手の若草ガランであり、近藤屋等が火災にい消失した痕跡が残っていた。ガラン中心部の広さは、 東西や139メートル、南北172.5メートルの4、天皇寺式仮覧配置であった。イカルガグとイカルガデラは、方位がほぼ同じで、同時期の造営であることがわかる。また、西インランの東大門や西大門に沿う追事も、同方向であるので、イカルガグ造営と同時に築造され、道路や水路を広範囲に敷設したことと推測できる。さらに、 飛スカとイカルを結ぶ大使道も同方位である。大使道は筋違い道とも呼ばれ、四季軍田原本町保津と生駒郡イカルガ町高安を結ぶ道であった。1998年の発掘で、田原本町保津の起点の東南から速攻20メートルの道が検出されている。ありがとうございます。